首位で中断期間を迎えれたことは、まあ、結果的には良かったですけど、まあ、まだまだ課題が多いチームであると思うので、うん、そういうところをもっと修正できてたらより、昇格なり優勝なりに近づける展開にはなってくるかなっていうのはあるので、まあ、現状に満足はせず、これからも、うん、課題であったりエスパルスがどこにいるべきかっていうのを、日々感じながらやっていけたらいいかなとは思います。首位で、この中断を迎えられたことは、チームにとって、いい中断を迎えられると思うし、ただ今中断期間を首位で迎えても意味はないので、はい、最後リーグ戦が終わった時に首位で終われるように残りの14試合を精一杯戦わなければいけないしっていう気持ちの方が強いです。まあでも先制点が取れる早い時間帯、特に前半で取れる試合は基本的に負けてはない気はします。だからまあそうですね、先制点が奪えてるっていうのは一つの要因でもありますし、まあ全員で守るというか、その守備への意識っていうのは非常に高いかなっていう気は、真ん中で感じているので、まあもちろんまだまだなところはあると思うんですけど、うん、きちんとコミュニケーションであったり疎通が取れてるっていうのが一番その守備において、大事なことだとは思うので、そこがしっかり取れてるので、まあ早い時間帯に奪ってしっかり守りきるなり、追加点を取れるっていうのが展開が多いのかなっていう印象ではありますけど、まあキャプテンやったことないもんね。ないから、まあでもあんま変わんないですよ、そのキャプテンの時とそうじゃない時のは変わんないですけど、やっぱつけてるとつけてないじゃやっぱ、まあその人しかわからないものだったりっていうのはあると絶対あると思うので、そこは本当にすごいことだとは思うし、なかなか、エスパルスを背負って、ね、キャプテンマークを、つけることって誰もができることでもないし、うん、そこは本当に信頼されてるからこそ、チームを託しされてるからこそだとは思うので、まあすごいことだとは思うので、僕も負けずに、まあ、自分なりに、頑張っていけたらいいかなとは思いますね。あんまそんな変化、その高校の時の荒野がそのまんまだとは思ってるし、周りも使えるし一人でも行けるしフィニッシュで終われるしっていうのが、うん、できてるので、まあ、それはもうずっとちっちゃい頃から見てきたまんまなので、何が変わったかって言われるとあんまわからないですけど、はい、だからまあ普通にいつも通りやりやすい、ただそれだけだですね。今試合出れてるのはコータがやり続けられてるからだと思うので、それは去年の、試合なかなか出れない時期とか、うん、一昨年のね試合出れない時期、エスパからレンタルで、他のチームに行ってる時とかもう変わらずしっかり準備してきているからだと思うので、だから多分大きく変わることはないし、出てても
出てなくても地道に自分の必要なことをやり続けられるから出れてると、できプレーができてると思うので、だからなんか今年は変わったとか今年はここが違うよねって周りから言われるかもしれないですけど、中から見ている僕らからしたらそこは全く変わってなくて、そのどの状況でも地道にやれる選手がパッて試合に出た時にそのプレー同じことができるっていうのがコータの強みだと思うので、だからこうコータの強みである攻守にわたっていろんなところに顔を出すっていうところはあのユースの時から見ているし、それに加えてあのゴール前まで顔を出すっていうのはあのプロに入ってもやってきているので、だから変わったことはなくてやり続けられることがすごいんだと思います。うるっときたそう、もう何でもいいから勝たなければいけないし、このクラブは優勝しなければいけない、昇格しなければいけないっていうプレッシャーがあるのを楽しみながらプレーしたいと思います。俺はまあそうですね、僕もまあこんな試合を見せたいっていうよりかはまずはやっぱり試合に勝ちたいですし、昇格したいし優勝もしたいっていうのがあるので、それがあともう14試合で、終わってしまうっていうところ、しっかり、去年あの悔しさがあっての今年だとは思ってるので、一つでも多く一つでも一試合でも早く、昇格優勝っていうのを、達成できるようにしたいっていうのがあります。このメンバーでできるのもあと3ヶ月ちょいなので、まあ、そのメンバーとやれるのを楽しみつつ、いい形で終われるように頑張っていきたいです。